はい、始まったよ。はい、じゃあさくらちゃん、今日ははんちゃん、ぶんちゃん、半分こっていう本を読みます。はい、はい、じゃあビデオの向こう側のお友達にバイバイしてください。始まるよって。はい、バイバイ。ちゃんと喋って。バイバイ。こっちだよ、こっち、こっちがお友達が映って見てるからね。はい、いくよ。はんちゃん、ぶんちゃん、半分こ。何やってんの？はんちゃん、ぶんちゃん、半分こ。はんちゃん、ぶんちゃん、双子の姉妹、何でもかんでも半分こ。二人がお腹を空かせていると、猫くんがアンパンをくれました。お一つどうぞ。ありがとう。早速これを半分こ。はい。スパ。同じ形。同じ大きさ、半分こ。いただきまーす。あん、うん、あ、まだまだお腹がペコペコだ。すると今度は羊さん、三角おにぎりくれました。お一つどうぞ。ありがとう。またまたこれも半分こぱっくり。同じ形、同じ大きさ、半分こ。いただきまーす。わあ、美味しそうなクッキーだね。おやつの時間は、ママがクッキーくれました。全部の形、全部の色が食べたいな。だから、全部半分こ。サクパカパックリコ。いただきます。まだまだ食べたい。はんちゃん、ぶんちゃん。お餅が一つ残っているわ。うわーい。もちろんお餅も半分こ。ビヨヨヨン。ザク！半分こにした後は網の上で焼きました。すると、みるみるぷーっと膨らんで、うわー、全然違う形だよ。これぞ、これた、うん、きつね。そっか。
全然違う大きさだ。はんちゃん、ぶんちゃん、大慌て。大丈夫。元は同じお餅でしょ。たくさん食べたらお腹いっぱい。ママ、遊んで遊んで。私がママと遊ぶの。どの子が言ってんの？私がママと遊ぶんだもん。二人でママを取り合いっこ。じゃあ半分に分けよう。そうしよう。ママを半分こ？ママ困ってるね。手と手でね、捕まって半分こすればいいんだよ。そうなんだ。右と左で分け合って、はんちゃん、ぶんちゃん、大満足。楽しそうだね。ママ、どうだった？目見たい。どうだった？楽しかった。はい。じゃあ、バイバイ。ここに。バイバイ。はい。